バイオリン競争曲第1番に蝶長作品20は、カミーユサン・サーンスが1859年あるいは1864年に作曲した2番目のバイオリン競争曲であるが、先に書かれた、八長調競争曲の出版が遅れたため、番号の上では、最初のバイオリン競争曲となった。1867年に、初演、1868年に出版され、依頼者であり、 初演を担当したパブロデサラサーテに検定された。現在演奏される機会は少ないが、サン・サーンス自身は高く評価していた。単一学章制をとり、演奏時間も短いため、コンセルトシュティックと呼ばれることがある。単一学章の中に三学章制の要素を合わせ持った構成をとっている。このように従来の学章区分を曖昧にする手法をサン・サーンスは好んだが、 この作品は、チェロ競争曲第1番オーパス33などに先駆けた最も初期の試みである。演奏時間は約12分。アレグロ、イチョウチョウ、4、6拍子。独立したエピソードが挿入されるそなた形式。還元楽の和音に続いて、バイオリンが弱音を連続で奏して開始し、第2主題は、英ハ短調で提示される。 展開部は短いカデンツアで断ち切られ、アンダンテエスプレッシーボ2丁調、二、4拍子の部分に移行する。この部分では、弱音器付きの弦楽器に伴奏されたバイオリンが一貫して旋律を歌い、AA のシンプルな構成をとっている。再現部は2短調に移された第2主題から始まり、音楽的、技巧的に大きく変形、拡大が行われている。ありがとうございます。